連敗阻止へマウンドを託されたのは前回完封勝利の石川柊太。1回、日本ハム3番近藤、自慢のパワーカーブで三振を奪うと、4番野村を力強いストレートで2者連続三振。その後もキレのある変化球を軸に、4回には日本ハムクリーンナップを3者連続三振に仕留める圧巻のピッチングを展開します。打線はその裏、2番今宮。3番周東、そして4番柳田。日本ハム先発池田の前に得点を奪うことができません。6回、この試合初めて得点圏にランナーを背負った石川、対するは2打席連続三振の3番近藤。均衡を破るタイムリー、先制点を許します。なおもピンチで5番清宮。石川踏ん張れず、この回2点を奪われます。それでも7回、好調5番牧原、絶妙なセーフティーバントを決め出塁すると、一発が出れば同点の場面で、昨日一軍昇格即スタメン期待の6番リチャード。得点を奪えません。2点を追う9回、周東がヒットで出塁すると、続く柳田、痛烈な打球、連打でチャンスを拡大します。このあとツーアウト満塁とし、一打逆転サヨナラの場面、藤本監督動きます。ファンの後押しを受け、鷹の祭典、お祭り男松永代打で登場。フルカウントからの6球目、完封負けのホークス、4連敗です。